最終第12競争3番賞1勝クラス芝の一直線 1000m 18頭で争われます。正面さんの左手一番の手枠入りが進んでいます。新潟名物の一直線の 1000m の競争です。枠入りが順調に進んでいきます。2番ツインズコスモス偶数番号の角が向かいます。6番ノアファンタジー10番ラクサパワーのゲームの中さあ順調に角場がゲームを埋めていきます。最後18番セイウン魂です。18番ゲートゆっくりとこう進めて今収まりました。これで全部ゲートの中スタートしました。ほぼ揃いました。クイーンズコスモスいいスタート。ミネヒメダンシングニードルもいいスタートを切っていました。3番ダンシングニードル大橋からつくまでストレートコースを取っていきます。そして相手から外行った7番のホルテース3人10番ラクサパーナ最初つくま番のクイーンズコスモス。さあ先頭は3番のダンシングニードルが出して2馬身のリード。7番のホルテースが2番手10番ラクサパーナ並んでいってノアファンタジーさらにはユナイテッドハーツそれをかわす14番のテンセで14番サンベルです。さあ残り約400の標識を通過そこ立ち沿いに3番のダンシングニードルが先行です。それを追ってラクサパーナ後にはサミュエルさらにはその日からはユナイテッドハーツいや7番のホルケースが差をつけていきます。残り200の標識を通過先頭3番のダンシングニードル突き放して3馬身4馬身のリード内から10番のラクサパーナが2番手14番のサミュエル3番手が2番手に接近ダンシングニードル通り3番のダンシングニードル鮮やかに逃げ切りました。強すぎや。10番のラクサパーナ、14番サミュエル、この2頭の2着争いです。しかし、オースタート、ゴーダッシュから、ダンラクの花に勝った3番、ダンシングニードル、後続の追撃を許さず、鮮やかな逃げ切り勝ち。勝ち時計53秒9、上がり4カロン42秒3、3カロン32秒4でした。3番ダンシングニードル見事人気に応えました。安定は3種です。2番手争い接戦10番ラクサパーナ14番のサミュエルこの2頭の2着争いです。その後18番のセイウン魂内を狙った2番のクリンツコスモス外を大きく離れての4着5着争いその中に7番のホルテース。しかし4番手は8番のセイウン魂か7番のホルテースと2番のクイーンズコスモス5番手争いで並んでいます。後続の争いを尻目に3番のダンシングニードル鮮やかな逃げ切り勝ち